どうも、ふきのとうです。今日はですね、センター国語勉強の仕方っていうことで、僕のセンター国語の勉強の仕方について、惜しみなくこの紹介している動画になります。すごい自信あるんで、ぜひ最初から最後の方まで見ていってください。よろしくお願いします。まず、センター国語の勉強法としての大前提です。センター国語は過去問を特別。ということで、もうとにかく過去問を 過去問の解いた数が多い方が勝ちやとセンター国語は思っています。まあ皆さん、マーク模試とかマーク問題集多分やったことある人多いと思います。まあマーク模試なんか皆さん毎月のように受けてるんじゃないでしょうか。けど、センター国語だけに関してなんですけれども、センター国語とその模試は全く問題の精度が違います。どういうことかって言ったら、センター国語は日本のその国語の権威みたいな人が いっぱい集まって、何回も何回も会議して作ってるのがセンター国語です。だから、日本の国語の集大成っていうような、すっごく練られた問題がセンター国語になってるんですよ。センター国語の本番の問題ですよ。今日もしっていうのは何回も何回も作られるんで、その予備校の偉い先生たちが作ってる問題になります。だから全然精度が違うんですよね。だからとにかくセンター。国語は本当に過去問を解くべし。 ということです僕自身の経験なんですけども自慢かよって思われるかもしれないんですけどもセンター国語は僕本番180点やったんですよけどもしやったら悪い時やったら120点とか130点の時もあったぐらいにこの波がありましただからもしの結果に一喜一憂せずにとにかく過去問を解いていってください過去をほんまに解いていくと絶対安定してきます僕も最後の方は本当に180点で 安定したんでもうとにかく過去問過去問と思って口酸っぱく言うんですけども過去問をとにかく解いていってくださいで目安としては過去問を10年分解いていってください、まあ、10年以上前でもいいんですけども10年以上前はかなり傾向変わってきていますだからまあ10年分僕はお勧めしていますで本詞皆さんがほとんど受けるのは本詞だと思うんですけども本詞を3週 で、追試は2周ってことですね。追試はかなり問題が難しくなってたり、ちょっと傾向が違うかったりします。追試は僕はあのこの本試を3周終えた後に、追試でもこの180点取れるようにやっていきました。だから3周終わった後に2周するっていうのが僕はおすすめですかね。まあ、とにかく過去問過去問、皆さん心に留めておいてください。この次ですね、センター国語の特順番時間配分。 これは、えっと、去年出したセンター評論のパート1の動画で言っています。で、今回特に漢文、古文やっていくんで、この評論、小説の方の方をすごい詳しく知りたいという人は、あの、僕たちの弁当の授業動画の再生リストがあるんですけども、その再生リストの中からセンター国語っていうところを押してもらったら、評論、小説すごい詳しいの見れます。ぜひそれ見ていってください。 で、えっ、ー、と、順番、時間配分、喋っていきます。まず、漢文ですね。漢文は、一番簡単なのが漢文です。センター国語、結構難しいですよね。でも漢文は、やったら絶対できます。っていうぐらい簡単です。で、特に、ここの、あの、見てる視聴者の方は、理系の方、すごい多いと思うんですけども、特に理系の方にも、この漢文の勉強を一番最初にするのは、おすすめです。 でえっ、ー、と漢文一番簡単でかつ問題は短いんでまあ早かったら15分長くても18分で解き終わるようにしてくださいもし18分オーバーそうだったらそこで切っちゃうそこを意識してやっていってください次古文です古文はちょっと手強いんですよねだからやっぱ20分から22分平安古文なんかすごい難しいですだからマックス22分22分で切るようにしてください で、次、評論ですね。評論は、まあ、あの、その、先ほど言ったセンター評論の方で詳しく解説してるんですけども、解けるんですけども、あのその解き方を確立したら、絶対50点取れます、評論も。けど、やっぱ時間はどうしてもやっぱかかってしまいます。一番簡単なやつでも多分18分ぐらいはかかってしまうんで、まあ、20分を目安に、まあ、かかってしまっても25分っていうことですね。小説です、最後。小説は、 もちろん安定はするんですけどもやっぱ満点を取るのが一番難しいのは小説ですだからこの余った時間で小説を解くようにしてくださいこの漢文1番というのは絶対で2番3番は人の得意によってそれぞれ変えてください僕は評論の方が得意やったんで評論を3番にしてもしこの古文の方が得意な人やったらこの順番を古文と評論のところを逆にしても全然いいと思います 今日小説は絶対50点出る人あんまりいませんよね。だから小説は一番最後後回し、余った時間で解くようにしていってください。で、次です。漢文の勉強法です。一番最初にしろって言った漢文の勉強法ですね。漢文っていうのはとにかく暗記科目やと思ってもらって大丈夫です。とにかく繰り返し暗記をするっていうことで、まあ単語、重要単語、だいたい100から150ぐらいあります。重要単語の読み、 読み方とそして意味を覚えるっていうのとあと句法ですよね。まあ皆さん句法の参考書1冊ぐらい持ってると思うんですけども句法の参考書その1冊を完璧に仕上げるそれが大事です。でこれは勉強法っていうよりもちょっと解き方になってくるんですけども本文前のあらすじ注釈からストーリーを予想っていうことで本文前この漢字がバラバラって並んでるより前に これは誰々のどういう時の話ですみたいなあらすじがちょっと書いてありますよね。あと後ろにそのあの漢文の終わった後に注釈書いてありますよね。その注釈で日本語バーって載ってるじゃないですか。そっからストーリーを予想していくのがすごい大事になってきます。漢字だけやったらめちゃくちゃ読みにくいですよね。けどもその日本語を書いてあってヒントセンターはくれるんですよ。だからそのあらすじ注釈からストーリーを予想すること。 それがすごい大事になっていきま,すまあこれはどの教科でも当たり前なんですけども自分分の苦手分野を見つけ、克服すする。これは大事ですよね。だから単語が苦手句法が苦手とかあとその意味の読み取り問題が苦手その自分の苦手分野を発見してセンター本番の過去問を使ってですよ。でそれで克服するそこの苦手分野は問題集なりで克服するっていうのが大事になってきます。 じゃあ皆さんこの例題です。解けますかどっちも。読み方と、えー、と、意味です。止めてもいいですよ、全然。では、答え合わせいきますね。1番は、元よりと言います。片いによりって書いて、元より。意味は、もちろんとか、もともとって意味になってきます。2番、こっちの方が難しかったですよね。いかんせんって言います。これ、センター品質です。いかんせんって呼んで、 どうしようかっていう疑問の意味とかどうしようかどうしようもないっていう単語の意味疑問も単語もこれは文脈判断なんですけどもどちらもあのそういう意味があるのが「いかんせん」の方ですでこの「いかんせん」の漢字逆にして「何にごとしって書いてこれの読み方分かりますか答えはいかんですいかんはどのようかっていう疑問の意味しかないですこの2つ「いかんせん」といかん めめっちゃあののらわしいいいんででぜひ覚えておいておおください次参参考考書書すすすね漢文問題集は多くても2冊っていうことでこれはまあ,あのどの教科でも言えることなんですけども漢文特にですね問題集そんないっぱいやらなくていいです多くても2冊で大丈夫ですでえっ、ー、とまあよくあるミスとして漢文の参考書いっぱい買っていっぱいやろうとする人がいるんですけども それだったら全部の参考書が中途半端になって、全然覚えれないです。だから2冊ぐらいに絞ってやってください。まあ得意な人としてはまあ一番オーソドックスですよねこの2冊。漢文山の山とか漢文早覚え即答法がまあおすすめになってきます。まあ、僕自身もあと僕の友達も漢文,の山の漢文山の山でやってた人が多かったです。まあ、これと、とあ早覚え速答法、どっちも、 すごいあのその句法を覚えるにはすごいいい問題集だなと思います。で、苦手な人、この漢文山の山と同じあのー、著者の方が書いてらっしゃる漢文教室っていう問題集。あと僕自身これあったんですけどもおすすめなのが漢文句形ドリルと演習っていうすごい薄い100ページもない多分参考書なんですけども漢文句形ドリルと演習のおすすめポイントは 勉強ってアウトプットが大事なんですよ。どういうことかって言ったらその演習が大事っていうことですよね。覚える以上に吐き出すその演習が大事だと僕は思ってます。だからさっきから過去問過去問って言ってるんですけども、漢文句系ドリルと演習っていうのはアウトプットができる参考書です。だからすごいおすすめになってます。次、古文の方行きますね。古文の勉強法。最低でも3 0語は古文単語を覚えてください。まあ、皆さん、 それぞれぞ古文単語帳を持ってらっていらしゃると思いま,すまあ315とかマドンナとかゴロゴとか有名,な参考有名な古文単語帳ですね。いっぱいあると思うんですけどもとにかく1冊を完璧にしてください。1冊を仕上げたらセンター古文そんなに怖くないです。で次助動詞助詞副詞敬語の識別単語を覚えてもこの単語単語のつながり。 あと誰に対する単語なんかって分からなかったらすっごい古文って読めないですよね。だから単語を覚えた後、助動詞助詞副詞敬語の識別をすることによってストーリーが明確になってきます。例えばこの助動詞は純接だこの助詞は逆説だみたいな感じでそのストーリーを抑えるためには助動詞助詞副詞そして敬語ですね尊敬語謙譲語丁寧語の識別がすごい大事になってきます。 かストーリーを抑えるために、こういう細かい部分も抜けがないようにやっていってください。で、平安古文は難しい。皆さん、あの、枕草子とか、源氏物語の古文やったことありますかすごい難しいんですよね。古文っていうのは、まあ、一般的に新しくなっていけばなるほど簡単ですよね。平安古文と江戸古文って比べたらもう全然違います。まあ、もちろん800年ぐらい時代が経ってるんで、それは違いますよね。 だから平安古文は難しいんで、実際あまり差がつかない。要するに平均点が一概に結構低いことが多いです。けど、それで諦めるんじゃなくて、背景知識を知っていると有利です。背景知識って何かっていうと、例えば古文常識とか、あとは、えっと、そ現実物語をわかりやすく解説している漫画とかありますよね。 もし時間があったらいいんですけども古文常識とかそういう漫画とか読んでみたら平安古文もあまり怖くなくなってきます。でちょっとすいませんちょっと古文はその参考書っていうよりもえっとこのまあ単語帳も皆さん自分が持ってる単語帳とか参考書でいいんでもうとにかく過去問を繰り返しやっていく方が大事だなと思ったんで参考書の方は書いていません。次です。 評論小説の方の勉強法とおすすめ参考書ですよね。もう評論と小説が特になんですけどもとにかく過去問を繰り返しといて自分の解き方解き方を確立していってください。で、まあ、さっきも言ったんですけども宣伝うざいなと思うと思うんですけども、まあ、この弁当センター評論小説って調べてもらったら僕自身のそのセンターの解き方現代文のですよ を解説している動画があります。これをまあ参考にしてもらえると、センター評論、小説スムーズに解けるようになると思います。皆さんはまあこの僕のやり方は全く真似しなくても別に全然いいんですけども。とにかく自分の解き方を確立して、このもう点数が取れる解き方を確立していってください。あとは3年生にこれは言うことなんですけども、今から焦って本を読むなっていうことです。 まああのもちろん本を読んでるストックがあればあるほどセンター評論小説もちろん点数が高くなっていくのは事実ですけども皆さんもあとそんな時間ないですよねあと4ヶ月ぐらいしかないです4ヶ月もないぐらいですよねだからもう今から焦って本を読む必要はないですそんな時間あるようになったら勉強してくださいだから今から焦って本を読むなっていうことです一方12年生ならまだちょっと時間がありますよね だから、ちょっと本を読んで、この本、あの速読の方法を覚えるとか、そういうのはすごいおすすめです。で、評論とか小説で、すごいおすすめの参考書が決めるセンター現代文っていう問題集です。まあ、これはすごい解き方も教えてくれて、すぐロジックにわかりやすく、センター現代文について解説している参考書です。これおすすめなんで、まあ、ぜひあの本屋さんとかで見に行ってみてください。 では今回、センター国語この勉強法の動画を終わります。ご清聴ありがとうございました。